思い出箱の使い方、写真や動画を見返しやすく整えよう。家族みんなで写真や動画の振り返りが簡単にできる思い出箱、もっと楽しめる形に整えることも簡単です。この動画では思い出箱での写真整理の方法について分かりやすくご紹介します。簡単なリモコン操作で写真や動画を整えてみましょう。お気に入りにする、削除、アルバムに入れるなど基本的な整理がリモコン操作だけでできるんです。画面の右下に表示されているリモコンナビでリモコンのどのボタンでどんな操作ができるのかが分かるようになっています。画面を確認しながら操作してみてくださいね。では早速見ていきましょう。カレンダー表示でもアルバムでも特によく撮れたものや良い表情のものはお気に入りにしておくのがおすすめです。一覧表示でも全画面表示でもリモコンの星ボタンを押すだけでお気に入りにすることができます。お気に入りにした写真や動画は自動でアルバムのお気に入りにまとめられます。絞り込みを使うとアルバムやカレンダーの中でお気に入りのみを絞り込んで表示することもできます。リモコンの三角ボタンを押してメニューを開き、絞り込み、お気に入りの順で選べばお気に入りにしたものだけが表示されます。ミスショットなどの不要な写真はリモコンの丸ボタンのクイック編集から三角ボタンでゴミ箱へ移動しておきましょう。ゴミ箱へ移動すると表示されなくなります。ゴミ箱に移動した写真はゴミ箱画面で削除すると思い出箱から削除されます。その他の機能からゴミ箱を選んでリモコンの三角ボタンを押し表示されたメニューから削除することができます。削除する際は確認のため番号入力が必要です。他にも写真や動画を楽しめる機能が満載です。いろいろな機能を使ってあなたのご家族らしい特別な思い出箱に育てていってくださいね。